はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、スナップエンドウですね、スナップエンドウですね、ちょっとね、こちら、お借りしている庭になるんですけれども、家主さんが、スナップエンドウをね、育てていきたいということで、ここは特にですね、今まで野菜育てていない場所になるんですけれども、今日はですね、そんなね、スナップエンドウですね、どんな風に育てていったらいいのかっていうところですね、ご説明していきたいと思います。で、スナップエンドウはですね、今年ね、今のうちに植えることによって根っこがですね、しっかり茂って、来年のね、3月頃から美味しいねスナップエンドウを収穫でき始めたりねしますので、はい、早速ですね、こちら早速土作りをして、そして土作りをした後にですね、植え付けをしていきたいなというの思います。はい、この動画を見ることによって、初めての場所でもですね、しっかりと土作りをして、はい、美味しいねスナップエンドウを収穫できる可能性がググッとね上がりますので、よければね参考にしてみてください。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。ではですね、こちらに、ね、全く育てていない場所になりますけれども、ちょっとね、穴をね掘っていきたいと思います。やっぱりスナップエンドウはですね、深くですね、広くですね、根っこね張っていくんですね。なので、だいたい目安としては、横幅が、そうですね、30センチ、そしてこちらも30センチぐらいですね、そのぐらいの場所を確保してあげると、はい、しっかりとしたね、スナップエンドウを育っていきますので、ちょっとね、この部分にまず穴を開けて、はい、やっていきたいと思います。結構石がありますね。すごいな、すごいな、石がすごいです。まあ多少ね、石があっても、石がですね、土と水と反応して、分解されて、それで、だんだんね、土、石ですね、なくなってくるんですね。でもあまりにもありすぎると良くないので、適度に石はね、取り除いていきたいと思います。うん、ある程度ね掘れました。じゃあちょっと石は端っこに置いておきたいと思います。そして取り除きましたら、今度はですね、材料になる堆肥ですね、堆肥を入れていきたいと思います。堆肥は土をね、柔らかくしてくれるものになりまして、はい、こちらにだいたいね、初めての場所ですので、ここね、パラパラとですね入れていきたいと思います。これは木のくずとか、牛の糞とかですね、そういったね、ものですね、あと菌ですね、微生物となるものが入っていまして、だいたいね、ここ6握りほどね入れていきましょう。これらを入れることによって、土がふかふかになります。あとはですね、肥料となるバットグアノというコウモリの糞ですね、これらをちょっとね入れていきたいと思います。だいたい1握りの2握りほどね入れていきます。はい、2握りもあれば十分な量になるかなって思います。はい、そして今入れましたので、ちょっとまたね、しっかりと混ぜていきたいと思います。そして今掘った土もちょっとね、戻しながら肥料と堆肥が混ざるようにねやっていきます。だいたい今ね、深さ20センチぐらいですね、肥料を入れましたので、それでね、深さね20センチもあれば、根っこですね、張るには十分な深さかなってね思います。はい、じゃあ全部ちょっとね、土戻します。そしてこうやって戻すことによって、山ですね、山みたいになりました。こうやって山になることによって、高さですね、ここからさらに10センチから20センチぐらいの高さですね、になります。そうすれば、合計すると40センチですね、の、肥料深さに、ね、なりますので、その状態の場所が、根っこねしっかりと張って、野菜すくすくと大きくね育っていきます。なので本当はね、これ1週間ぐらい混ぜた後ですね、寝かしといてあげるといいんですけれども、ちょっとね、時間が今日はねないので、今回はですね、このまま、ね、植え付けていきたいと思います。はい、あとは根っことかね、あると良くないので、根っことかも、取っていきますね。
あと余裕があればですね、肥料と一緒にはあまり入れない方がいいんですけれども、駆動石灰というですね、石灰があるんですね。これは土の土壌酸性度ですねを、よくね上げてくれまして、植物がね育ちやすいですね環境になります。簡単に言ってしまえばカルシウムとかですね、肥料を吸収させるためのものがね、駆動とかねあるんですけれども、そういったねものですねを、しっかりとですね、促してくれる効果がありますので、そういうものをですね一緒に入れていくと良かったりします。あ、いいですね、ふかふかないいね土になってきました。いい感じです。そしてここをちょっとね山みたいな感じにして、はい、やっていきます。本来ならあとはねこの場所にあの黒マルチとかですね引いておくと良かったりするんですけれども、今回はねなしでもね、育てられますので育てていきたいと思います。そしてなるべく表面は平らにしまして、はい、いいね山ができたかなと思います。この山の場所にですね、はい、植え付けていくという感じですね。そして雨とか降ってもこの周りに水がですね、溜まって水はけもいい状態になりますので、はい、こんな感じですね。そしてやりましたらこの場所穴をね開けていきたいと思います。そしてね穴開けましたらこの場所に、スナップエンドをね入れていきます。まずは活着しやすいようにするためにお水をたっぷりとかけていきたいと思います。子供がね、水遊びをしているようなね感じですね。昔僕も小学校とかでね水遊びでこんな感じで山作って水やって、こうやって川作ってね、こんな感じで帰って川作ってね遊んでいた記憶があります。今回はねこんな感じでやっちゃうと良くないので、ここは土手にしておきたいと思います。そしてたっぷりですね、たっぷり水をね、入れておきます。ちょっと水が引くまで待っていきたいと思います。はいね、結構ね水がちゃんとね引いてきました。では早速こちらに植え付けていきたいと思います。こんな感じで穴を掘りまして、はい、こちらにですねちょっとね入れていきます。じゃあまずは、こういう感じですね、こういう感じで、はい、ね、スナップエンドねありますので、こちらをねひっくり返して取っていきたいと思います。下の部分をねちょっと押すようにしながらすると、はい、このようにね一個抜けます。はい、見てみてください。こちらねスナップエンドウすごくねいい感じに根っこがしっかりと張って、はい、元気よくね育っていきそうな、そんなね、感じになっています。はい、そしてここの部分もねあります。これね実は脇芽がですねこのようにね出てきてるんですね。1個、種まくことによって横からちょろちょろっとですね脇芽が出て、こういう感じでね出てくるんですね。そのうちにですねまたねこちらの横からも脇芽っていう形で出ていきますので、はい、スナップエンドウはですねそういう感じでどんどんと一つ植えていけばですね、大きくね育っていきます。はい、そういう感じでね、はい、ここね育っていきますのでやっていきたいと思います。じゃあこちら ね苗ありますので、はい、この場所今水濡らしましたのでこの場所に、入れてねいきたいと思います。そして入れまして、周りの土をねほぐしながらちょっとね戻していきます。これだけですね、とても簡単です。はい、こんな感じでね育っていきます。そして、活着、ね、するまでですねちょっとねできるだけ毎日、まあ、大体3日から4日ぐらいでしょうかね、そのぐらいお水をあげておくことによってだんだんと元気よく、はい、活着してちょっとずつねまた芽も出てきます。ただ注意しないといけないのは高さですね。ここ今高さ10センチですけれども、あとね5センチですね、5センチから多くても20センチぐらいですね、そのぐらいの高さまで冬今年ですね育てていって、寒さですねここでね越していきます。そうすると今のね、見ていただいた白い根っこがわわわわーとですねこちらに全体に広がって、いきますので、そんな感じでねスナップエンドウがね、はい、育っていくというねイメージになります。なので皆さんもですねこれから育ててね期待用っていう場合ですね、そういう形で育てていくといいです。で今年はね特に暑いですので、結構ね育ちいいかなと思います。では今ね植え付けましたので、またねお水をたっぷりあげていきます。
今度はねこの畝から飛び出ちゃってもいいです。はい、じゃあこれでねしっかりと育ててねいきたいと思います。はい、いかがだったでしょうかね、簡単なね作業になりましたけれども、こちらですねスナップエンド、はい、これからね元気よく育っていくかなと思います。今後のね作業としては、これね大きくなってきてちょっとね葉っぱが地面に倒れてきたら、支柱とかですね棒を刺して、それの棒に絡ませるようにですね大きくさせてあげることによって、病気とかですねそういった危険性も下がりますので、そんな感じで育てていただくといいかなと思います。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。